なんで阪神タイガーズ来てんだよ、ね、阪神タイガースやめるか。ごめん。嘘を見ればわかるでしょ。そう、その通り。阪神タイガース。ドラえもんです。関係ねえ。全然関係ねえ。やっぱ、便利な道具ばかりだわけなんだけどね。まあ、便利だよね。そういうもんだよ。便利でしょ。タケノプター。どこでもドア。目最高だよね。四次元ポケット。そのものですよ。まんま。ポケットのやつで。あと、ソナーポケット。ソナーポケット。それは歌手。歌手ね。あ、歌手。365日のラブソリーでしょ。365日すべての日々を君と痛い。変な道具があるんです。はい。いや、ないでしょ。あるんだって。これが調べれば。あ、なるほど。で、変な道具を出し合って、誰が一番変な道具出したか。ああ、なるほど。競っていきましょう。なるほど。お前。違う。燃えてる存在。違う。存在じゃないの。変だけどね。神が作り出した一番変なやつ。やめろ、お前。ダサくてねえんだ。神が酔っ払って作ったやつだから。やめろ、お前。間違えちゃったやつ。出せ、変な道具。出していけ。出していけ。一人ずつ。ああ、なるほどね。なるほど。決めていこう。ああ、なるほど。じゃあ、調べていけ。今から。もちろん調べますよ。はい、じゃあ行きましょう。1個目まず1個目、捨て犬団子。あ、知らん。あ、知らん。捨て犬団子。捨て犬団子。捨て犬団子。いや、想像つか、ちょっと想像してみようか。まあ捨て犬団子。捨て犬っていう、まあ犬が捨てられてると。団子。うん。ね、なんでもねえわ。お前やめろ、お前。これダサくかもしれない。神様の。やっぱダサくかもしれない。怖いな。捨て犬でしょ。怖いでしょ。ね、何俺った。怖っ。お前じゃん、でも、捨て犬団子。ちげんだよ、俺捨て犬団子じゃねえんだよ。捨てられてるわけじゃねえんだから。捨てられた犬の団子じゃんだって。体型とお前名字合わせるな、そこで。社会から捨てられた犬。お前それ以上言うな、悲しくなるから。やめろ。捨てたいペットに食べさせると二度と帰ってこなくなる団子です。やだわ。え、マジで。ひどいね。これ文にはペットって書いてありますけど、実際のび太くんが食っちゃったんですよ、これ。のび太食っちゃってしばらくのび太帰ってこないって話があるんですよ。捨て犬状態になっちゃう。そうだから捨て犬団子。え、やだ。いらんな、その道具。うちののび太くんはなんかその後になんか野良犬になんか食わされてゲボ吐いて、それと一緒に団子出たから助かったっていうのちょっとだけど。あ、吐いて助かった。そう、吐いて助かった。一応やべえ、むちゃくちゃやな。エピソードがのび太さん。これ半分越してほしい、お前らに。二人とも横いらない。横いらないから。じゃあ私いきます。京平さんいきます。まあ博士は最後にしてね。そう、まあ博士ですからね、彼は。一つ目、はい、荷物運び用荷物。知ってる、知ってる。荷物運び。そう、ちょっと名前聞いただけじゃ分かんなくない。いや、これマジで、いや、これマジで意味わかんない。とりあえず画像見せると、荷物運び用荷物っていうのはホテルに行って荷物運びっていうでしょ。ああ、ボーイさんみたいな。ボーイさんがいるでしょ。その人に仕事をさせるためにある道具が荷物運び用荷物だから、荷物じゃないんだよ、自分たちの。ただ、そのボーイさんに仕事させるために。だから結局強制的に働かせるための道具に。そうブラックやんね、これ。マジでいらなくないから。そもそもこのボーイさんが暇だったのよ。他にドラえもんとのび太がちょっとホテル行くってなって、そのホテル行ったんだけど手ぶらで行ったから。で、ボーイさんも仕事がなさすぎてめっちゃ暇してて、あー、もうこんなんじゃ生きてる実感ないよみたいな困ってて、でドラえもんが荷物運び用荷物。いやこれほんとひどいよね。いらない、意味がない。マジひどい。マジ意味ないね。面白い。あ、面白い。めっちゃ面白い。名義的にはだから、その働ける実感を得れるアイテムとして開発されたんだけど、いらねえ。マジでいらん。いらねえ。働けって話。博士。さあ次、博士。門松のない。門松のない。門松のない、あれでしょ、正月の。そうそう、正月になったらさ、こうね、門松でこう緑の細いやつないだもんね。そうそう、ちっちゃいバージョンみたいな。そう、あのこれ3月にまず巻くんすよ、門巻きの苗を。で、これが来年の1月になったら立
派な門脇が生えます。門松変え、普通に変えばいいだでしょ。ただただ別に置くとかそういうのしないで勝手にやってくれるってだけでしょ。そう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 、意味な。まずね、3月に巻くから、まあ、10ヶ月ぐらいかかるし、なら普通に買った方がいいんですよ。それでもしかしてあれ水とかあげなきゃいけないとか。あ、水あげる必要はない。ああ、勝手に生えていく。あ、じゃあまだよかった。いや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 、いらないでしょ。技術とかはすごい発展してるんだけど、その応用が効かないというか。その発想をここに使うんかお前みたいな。本能だけでいろいろやっちゃってるんだよ。そう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 。発想の無駄遣い。知能がすごい低くなってるんだよ。ペーパーレーダー。ペーパーレーダー。あ、知らん。あ、なんか知ってるかもしれん。なんか探すとか、なんか。あ、そう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 。まあいわゆる、まあこれがあったら飛び散ったものでも、飛び散った紙でも重要書類とかも探せますよって機械なんですよ。そう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 。え、結構有能じゃないですか。いやいや、結構有能っぽい。お前どこまで飛び散らかすんって話なんだ。なるほどね。そんなレーダー使うほど。あ、さらにこれ紙くずとかも探しちゃうから結局わかんないんですよ。あー、紙くずも別に重要書類限定じゃないから、紙を探す機械だから、あ、そこら辺に変な紙とか散らばってたらそれも一緒に探しちゃうから。え、もうめっちゃ無理じゃん。めっちゃ無理ね。ゴミも、そうそう、紙のゴミとかも探しちゃうから。いらねえ。マジ意味ねえ。いらねえ。周りに紙がないこと条件だから。あ、そんな状況ねえだろ。そんなとこありえねえだろ。そう、あ、絶対ありえないのよ。あ、ねえんだよ、そんなの。そう、有能そうで実はクソ使えない機械。全くもっていらないんだよ。全くもっていらない。悪魔のパスポート、これね、悪魔のパスポートってそうって言うんだけど、どんな悪いことをしても、うん、このパスポートを見せれば、うん、許されちゃうよっていう。うわー、それなんか、なんかもう独裁スイッチみたいなやつきたー。そうそうそう、独裁スイッチね。もうこの闇感じるやつあるよなー。マジさっきも言ったけど、で、この画像を見てもらいたい。そう、こんなことしていいのかしら。いや、どうぞ。やばい。スカートめくって静かしら、いや、どうぞって言ってる。俺もうなんか霜じゃん。もうドラえもんでも出てくるんだよ、やっぱ霜が。いや、これ俺じゃん、 この画像見た時、うわ最高やんと思って。霜出たやん。スカートめくりてーと思って、うわ羨ましい。あ、最高。あ、なるほどね。最高ね。超惜しい。あー、最高ね。あー、その対応やめて。あー、大人の対応やめて。悪いことしてもこれさえやれば、まあ、正当化されるってわけでしょ、うん、そうそうそう、何もしても。こんなアイテム使ったら大体の人間闇落ちしそうじゃないですか、うん、悪いことしまくるよ、ね、そうそうそう、実際しまくってしまう、うん、だからそんな道具をこんなことに使う、のび太かわいいって思った。そう、だから俺今思うのが、のび太こうやって使うんだって。変ではないかな。そうそう、変ではないけど、ぜひ紹介して。のび太が変だった、これに関しては、うんうん、言った瞬間にもうどういうアイテムか想像つくと思うんだけど、うん、これ開発するんだったらっていう。なるほどなるほど。じゃんけん練習機。いや、友達作れ。本当にね、じゃんけん練習機、本当にね、もう画像、まあこんな感じの台があって、うん、そこにこう棒があって、こう拳があって、こうじゃんけんぽんってこう練習させてくれるんだって。いやいやいやみたいな。普通にじゃんけんしたらいいやん。そうそうそう、うん、練習だし、友達やればいいし、うん、じゃんけんなんて運なんだから練習だって意味ないのよ。あ、でもそこはね、未来のテクノロジーすごい、うん、え、マジ、うん、これで練習したらマジでじゃんけんクソ強くなるらしい。じゃあ結構それ使いようあるよ。あ、マジ。そうそうそう、え、強くなんだ。そう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 、心理状態とか、うん、確率とか全部計算して。いや、だからみたいな。そこに詰め込みすぎなのよ。いやば、22世紀すごいね。エピソードもやばいのよ。おう、のび太が、わあ、ドラえもん暇だよーっつって、なんか出してよーっつって、うん、しょうがないな、てってれー、じゃんけん練習機っつって、なんかしてやれと思って。もう違うことあるやろ、それ。もう伸びたり構うのすごいめんどくさいんだろうけど、機械に押し付けてるからね。いや、でもじゃんけん練習機じゃなくて、もっとあって。頂上取り替え。言われた。言われた。言われた。え、お前も、え、俺も、え、マジ、え、マジ、え、俺今頂上取り替え機言おうとしたの。え、俺もだけど。マジで。え、マジ。MVP よ。これが優勝だ。優勝だ。いや、これは本当に。いや、これマジでね。いや、マジで。マジ。登山中に嫌になった。そう、山登るの疲れちゃって、もう嫌になっちゃったから。だから、これ先に登ってる頂上の人をすっぽかして、自分のところを頂上にする。そう、こういうことだよ。こういうことだよ。こういうこと。
何これこのなんかもう私利私欲すごい、この人のエゴ、わがままのためだけに作られた道具みたいな、用途が少なすぎる。それ私お前ここまで登る意味だったら山行くな、そう行くなって話だよ、行くなって話だよ。なんかもう中途半端な感じがすごいよ。いやマジでこれもう本当にこれは変だよ、マジでいらない、これだけはマジだな。描画もシュールだよね。そう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 、結構絵もシュールだよね。なんかこうね、地面こうやっててこうグムムムムムムってこれ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 ね、これね、あーそうそう、これペコンペコンじゃなくてグーンペコンじゃなくて優勝です、優勝です。頂上取り会計ひどい、はい、これです、頂上取り会計、はい、優勝。第2回やろう、これ第2回ある、これない、頂上取り会計くらいいらん。